はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、高告音ペイでお得な4週間が始まる PayPay ペイ、ペイ AU ペイを新規登録で100円分無料にということで、今回はコカ・コーラのスマホ決済、高告音ペイのキャンペーンについてですね、実際の使い方であったりですとか、キャンペーン以外にも高告音ペイのサービスなどを含めて簡単にお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう ということで、今回お伝えする高校音ペイのキャンペーン、大きく2つございます。まず1つ目なんですけども、こちらですね。じゃんということで、PayPay、AUPay、新規登録限定、100円以上のコカ・コーラ社製品を購入で、期間中、毎週100円相当戻ってくるキャンペーンとなっております。 で、このキャンペーンは1週間に1回は100円相当ということと、期間中はトータルで400円相当となってます。で、見ていただきたいのはここなんですが、今回新規登録限定ということになりまして、航空音ペイに PayPay ペイペイであったりとか AU ペイを初めて登録した方限定となります。なのでですね、まあ、結構僕の動画見てくださってる方であれば、航空音ペイに PayPay ペイペイを登録されてる方って結構多いのかなと思うんですけども、AU ペイに関しては本当に今日から対応したので、まだ登録されてない方いるのかなと、 と思います僕自身も高コ,コンペにはもうペイペイ登録しているので AAP について一部ピックアップをしておりますキャンペーンの期間なんですけども期間がそれぞれ変わってきますまず AAP の場合は5月の14日から6月の14日までの約1ヶ月間そしてペイペイに関しましては来週の月曜日の5月の18日から6月の14日までとなっておりますまあ、それぞれキャンペーンのポイントが付与される時期とかいうのがバラバラなのでそれぞれお伝えするとまず AAP なんですけども期間は先ほどお伝えしたように5月の14日から6月の 14日まで、で、もらえる条件なんですけども、100円以上購入したら、100円相当のポンタポイントがもらえるということですね。で、ポイントの付与に関しては、8月末までにポンタポイントがもらえるということになるので、まあ、本当にこれに関しては結構忘れた頃に付与されるかなっていう感じになりますね。そしてペ、PayPay イペイに関しましては、期間は先ほどお伝えしたように、5月の18日月曜日から6月の14日まで。で、もらえる条件に関しましては、これは auPay と同様に、100円以上の購入をすることで、100円相当の PayPay ペイペイボーナスがもらえます。 でポイントの表に関しては、支払い日の翌日から記算して30日後なので、まあこれは比較的覚えやすいかなと思います。以上が100円相当戻ってくるキャンペーンについてでした。次2つ目のキャンペーンですね。じゃんということで、広告音ペイ利用者全員にチャンス、航空音ペイ利用で 買うたび挑戦2回に1回当たる高訓ドリンクチケットもしくはスタンプということですね。このキャンペーンに関しては今お伝えしたように全員が対象となります。このキャンペーンですね。で、期間はこれは5月の18日月曜日から6月の14日までとなっております。 なので、まだこの動画を投稿するときはまだ始まってないので、これはお気をつけください。で、このキャンペーンの抽選の対象の決済サービスということなんですが、これ結構ありまして、LINEPay であったりとか、PayPay ペイペイ、楽天 Pay、AUPay、あとはクレジットカードも登録できるようになっておりまして、Visa、Master、JCB、AMEX、Dynars というような感じとなっております。まあもしですね、まあ LINEPay 利用される方であれば、今現在この Visa、LINEPay、クレジットカード何度もね、動画に取り上げてますけども、今還元率3%なので、このキャンペーンで高コンペイで決済する するたびに今3%もらえるのでそれそれでちょっとお得かなと思いますあとこのキャンペーンちょっと注意点がありましてこれそのまま公式ページから引っ張ってきたんですけども 9時の当選確率は参加者全体を対象とした確率です。個々のお客様が2回に1回当選することを約束するものではありませんということですので、なのでまあこれに関してはもう当たったらちょっとラッキーかなっていう感覚でいた方が気が楽かなと思いますね。以上がキャンペーンの解説でした。でここからなんですけども、まあ高コンペ実践編ということなんですが、実際に今回のま新規登録限定ということなんですが、僕はまだ今の画面から高コンペに AUP を登録して ないので、今から AU ペイを登録していこうと思います。まずはこの高コンペイをインストールした状態の画面からですね、まず左上の3本線のところをタップすると、このようなメニュー画面が出てくるので、真ん中あたりにある高コンペイお支払い設定に進みます。そうするとこのように高コンペイで使える対応の決済サービスっていうのが一覧で出てきます。 で、ここで新たに今回からですね、aupay が加わってますので、aupay の登録はこちらということになるので、ここをタップします。そうすると、決済サービスを追加するという画面が出てくるので、真ん中の aupay をタップします。で、決済サービスを追加するに aupay と出てるので、真ん中の連携を続けるというところをタップします。そうすると、aupay アプリをご利用中の方は、以下よりお支払い設定をお願いしますということで、真ん中のお支払い設定を続けるをタップして、ここで高校が a u p イ y 開こうとしてますって開くでタップ。 で、ご覧のような、広告アプリが、aupay 残高の参照、aupay 決済を利用することを許可しますかで許可するそれと、連携が完了しましたということですね。めちゃくちゃ簡単ですね。で、実際のお支払い設定ですね、見るとこんな感じとなっております。 もう下のの方にに au でで2020 24年5月の14日11日時24分に登録したことが出てますねバッチリですね次にですね、実際にその高校音符対応の自販機の見つけ方なんですけども、これも結構簡単でして、また同じようにですね、左上の3本線のバーから、ここに自販機検索というところがありますので、そこをタップします。そうするとご覧のようなマップが出てくるんですけども、今回わかりやすいように福岡市は博多駅付近をピックアップしております。でですね、見ていただきたいのはこの白いマークのところなんですけど なんですが高コンペ対応自販機ということでこの白いマークのところが対応となっておりますで間違いやすいのはこの赤くなっているところですねこれに関しては高コンペ未対応となってますのでここではこのキャンペーンの対象というか参加できないので必ずこちらの白い方を選択していただくようにまあ選んでいただくように見つけていただくようにお願いしますで僕自身が実際に購入した実演動画がありますのでちょっと流したいと思いますので見ていただければと思いますそれではどうぞ ということで、実演動画でございました。まあ僕は今回ですね、140円のスプライトを買いました。今回ね、本当に100円に近いものを選べばいいんですけども、ちょっとあまり缶コーヒー飲まないので、今回は炭酸のスプライトを選びました。ちなみにですね、この高コーンに関しては、他にも様々なサービスっていうのがありまして、3つだけピックアップしてるんですけども、この高コーンを使ってドリンクを購入したら、スタンプが貯まるんですけども、それが溜まったら無料でドリンクのチケットっていうのがもらえます。まあ15個貯まるのが条件となっております。であとですね、これぜひ使っていただき いきたいなと思うんですけども月曜日の朝の5時から午前中の11時59分までであればそこで高校音ペ使ってドリンクを購入したらなんとスタンプが2倍もらえますなのでこのキャンペーンに参加するときはぜひですね月曜日を狙っていただくのが一番いいかなと思いますなので次回であれば5月の18日が狙い目となりますねあとは1万歩歩いてスタンプゲットということでまあ運動がてらですねこの高校音ペを使ってこの条件をクリアしたらなんとスタンプがもらえるのでまあ本当にねエンタメ要素満 関西のアプリとなっておりますそれではまとめですね。日程だけまとめました。aupay が5月の14日、本日から6月の14日まで。で、paypay に関しては5月の18日から6月の14日まで。で、新規登録の方限定となります。なので、paypay は登録されている方多いと思うんですけども、aupay まだの方多いと思うので、まあ aupay であれば参加できるのかなと思います。そして、あとは下の部分ですね。2日に1回当たるキャンペーンに関しましては5月の18日から6月の14日までとなっております。 まあ、そんなこんなで今回は、高校音符のお得な4週間のキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いや、ほんとね、この高校音符に関しましては、もう歩いただけでスタンプがもらえたりとか、ちょくちょくね、キャンち、ちょっとしたキャンペーンとかもやってるので、意外と先ほどもお伝えしたようにエンタメ要素が詰まってるような、 アプリの一つかなと思います。まだまだ僕自身ちょっと使い切れではないんですけども、今後もぜひちょっと活用しようかなと思っております。で一応ですね、概要欄の方にリンクを貼ってるんですけども、そのリンクから登録をしたら、高ーのスタンプが3個もらうことができるので、まだですね、新規で登録されてない方は、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 はい、ということで今日はですね、僕のちょっとツイッターでも今朝、午前中かな、ちょっと呟いたんですけども、まあ例のですね、布マスク2枚が、 とうとう、僕の、とうとうっていう言い方変かもしれないんですけども、ついに届きました。まあね、これ本当に、まあ意外とね、メディアとかでめちゃくちゃちょっと話題になってるマスクの一つではあるんですけども、皆さんいかがですかね届きましたかね僕はなんかその今、福岡市、福岡県福岡市っていうところに住んでるんですけども、福岡市がちょうど本当2、3日前ぐらいのニュースで、まあ布マスクの配布開始しましたということだったので、もしかするとさらにこう地方の方とかになると、まだちょっと配られてないところもあるのかなと思います。 でですねまあこの布マスクまあいちょっと給食当番の時を思い出すかのようなちょっとマスクに近いんですけどもつけた感覚なんですがまあ僕的にはそんなに違和感はないかなとそのつけ心地的な面に関してはねまあ外から見た時はちょっと分かんないんですが で、僕結構顔がでかいので、で、それをでかい僕がつけた上では、そんなにまあ違和感はなかったんですけど、もしかすると、例えば、えー、女性の方であったりとか、僕より顔が小さい方、まあ結構まあほとんどの方が多分小さいとは思うんですけども、そういった方に関してはちょっと大きいのかなと感じるとは思いましたね。 で、まあ、これは布マスクになるので、実際にこう使ってみて、あとはま、洗ったりしたら、まあ、縮むということも言われているので、それでま、サイズがちょうど良くなってくるのかなと思いました。で、まあ、僕はね、まだ使い捨てのマスクをストックがあるので、まあ、それを優先して、まだこのマスクはね、一旦ちょっと休憩に入らせておこうかなというふうに思っております。ということで、ありがとうございました。